番組 MC のひろみさんを名誉館長に迎え、6月25日から桐生市で開催する日本の神業ミュージアム、目玉の一つが桐生の街を巡る神業スタンプラリー。スタンプをたくさん集めたら神業ミュージアムでしか手に入らない豪華景品がもらえちゃうんです。今回はスタンプラリーに参加してくださる20カ所の神業スポットの中から桐生からくり人形芝居館をご紹介します。桐生からくり人形芝居は江戸時代に当時の織物技術を生かし水車の動力を使って天満宮で行われていたと言われています。現在は有林館の敷地内にあるここ桐生からくり人形芝居館にて毎月第1・第3土曜日に上演中です。今回の演目は NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人にも出てくる武士曽我兄弟が父親の敵である工藤祐経を藤野で撃った事件を描いた物語。今日という日を待ちわびていた。刀で工藤祐経を切りつける場面は圧巻です。江戸時代から昭和36年まで行われて、それで住まわれちゃったみたいね。で平成9年に研究会が立ち上がってまた現在に至ってます。これはその なんだ桐生で残された文化遺産ですので、これはまあつなげていくということが一番かなと思ってますね。他にも人形が生き生きと動くさまざまな演目が見ることができるので、桐生に立ち寄った際はぜひ訪れてみてください。広げた肌美智子が天下の名城熊本城で大人の修学旅行。一切修理がされてないところは地震には影響がない。影響はなかった、うん、400年以上も前に幾度の大地震にも耐えうる石垣をどうやって作ったのか、その神業を徹底解明。そして熊本地震からの復旧を目指す技術者たちの戦いと驚きの最新技術を紹介。すごい最新の技術。さらにヒロミが刀匠に弟子入り、強さと美しさを兼ね備える日本刀作りの神業に迫ります。面白いですね。その切れ味を証明するため自ら試し切りに挑戦。発見日本の神業スペシャル第3弾6月24日金曜夜7時から。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。